出会いを作ってくれましたブラジル人ベーシストルイザン・マイヤさんの曲で、オノリサさんの2枚目のアルバムナナンという、あれはゴールドディスク賞を取ったらしいですね。その、ナナンの1曲目にも入っていますね。我々のボッサ・サウダージには最後に入れさせていただきました。君と浮気をしたのはあれは冗談だったんだよというふうに歌っている。ベステラって冗談とか遊びとかの意味なんですけど、いかにもブラジル人の人があれはベステイラだったんだなと言い訳を言ってるような、そんなおかしい感じの曲ですけど、最後にお送りいたします。Companheira, feliz de toda maneira.
前でお送りしました。ボッサ・サウダージでした。ありがとうございました。ありがとうございます。これいきなり民謡かなんかって民謡ヨーデルとかあー全然違う初めて一緒に、でも加藤さんと一緒に今日リハーサルをした曲をでは歌いたいと思います。ジョビンとエリス・ヘジーナの名盤でエリス&ヘジ、リス&ジョビンという名盤があるんですけど、それの中に入っていた3月の水で始まるの名盤なんですけど、その3曲目くらいに入ってました曲で、これもジョビンの曲です。ソチニャジセコンボセ、私はあなたと一緒じゃないとダメなのよという、まあ、そんなラブソング。